ははいどうもこんにちは翔平です今回は皆さんにお伝えしないといけないことが2つほどあります、えー、まずタイトルの通りなんですけども、えー、今月いっぱい2021年3月いっぱいでリリーを退社することになりましたえー、っとですね、まあ、皆さんがこう 予想してるような,あのなんか例えば不仲とかなんかこうトラブルがあったとかっていうのは全くないのでちょっとそこら辺期待してた方すいませんあのそんな,なんか暗い話じゃないのであの本当に普通に聞いていただければと思いますはい三、えー、月で3月いっぱいで、えー、読めることになりました まあ本当にあの理由としてはね結構今いろいろあるっちゃあるんですけど1年前ぐらいから考えててそのやっぱりリアルにコロナになってからあのすごくこう自分自身の人生今後の人生だったりとかいろいろ考えるようになってっていうのがすごく大きくてでも僕ってすごい特殊で YouTube もやって。 えまあ美容師もやってみたいなこの2本の柱を軸にこうまあ活動をしてるんですけどまあ皆さん僕のね YouTube 動画の再生数とかだって見ていただければ分かると思うんですけどめちゃくちゃ不安定なんですよねもう再生数最近で言うとすごい下がりましたしまあたまに上がったりもするんですけどっていうのでまあ結構こう収入面でも不安定になってきたり。 めっちゃいい時もあればめっちゃ悪い時もあるしっていうまあ感じのそういった YouTube のそういった面もあるしでまあやっぱ美容師としてももちろん今本当に何不自由なく全然こうなんか人間関係とかそういうとかそういうの全くない。 けどやっぱここの部分でちょっと、うんま、独立じゃないけどちょっとまあこ,この美容師の部分としてもちょっと自立して自分がもっと今後幅広く活動していくってなった時に、まあ、リリーじゃなくてちょっとこう個人的に一回リリーから離れてちょっと自立してやらないといろいろ。まあ色々 ダメかなっていうのをまあそのコロナになって自分の人生っていうのを考えた時に、まあ、やっぱずっといるわけにはいかないなっていうので、まあ、どのタイミングにしようかなって考えた時に、まあ、ずるずるずっとね、あのー、い続けるわけにもいかないなっていうのでまあちょっとあの代表にお話しして。 やめさせてていいいいたたただきたいですっていうういっううそお話をしました今後自分がこう美容師としてどうどこでサロンワークするのかとかどういう感じでやっていくのかっていうのもまあちょっと皆さんにお話ししようかなって思ったんですけどまあいろいろこうフリーランスサロンっていうのもまあいろいろあるんですよまあ他でやろうかなともちょっと考えたりもしたし、まあ、なんかスタジオみたいなの一室を借りてもうなんか常に自分がいつでもこう撮影だったりとかサロンワークだったりとかっていうのをできる環境にするかとかまあいろいろと と考えたんですけどけどなんだろうなんか別になんか自分がどこで働いてるとかどこどこでこう美容師やってますっていうのはあんま視聴者さんというか今見てくださってる方そんな,なんか気になる人いないと思うのでまずはちょっとねあの詳しく決まったらお客様にはちょっと連絡して「こうこうこういう感じであります」っていうのを伝えてそんな感じでやっていこうかなっていうのは考えてるので特にあのこの動画で次どうしますっていうのはちょっとあえて言わないです。 使いますからねえこ,こ, <laughs> こういう感じでねあの別にあの今みたいに全然なんかすごい喧嘩したとかも全然ないですしまあそうですねあのリリーのことを話すとちょっとまあ,あのせっかくなんで。 まずちょっとリリーで働いてたことについてとかフリーランスについてとかちょっとあんま語る機会なかったんで話そうかなって思うんですけどそうまず僕がリリー入ってフリーランスの美容師として活動するようになってこうね一番最初に驚いたことってなんかこう自分ってなんかすごいあの野良猫からこう家猫になったみたいなそういった気分っていうか,なんか自分でそう思ってて勝手に。なんかこう 前のサロンでの常識とここのサロンでの常識がもうあまりにも違いすぎて例えばですけどなんかこう先輩がいる中で絶対こう椅子にバックルームとかで椅子に座ってこう食べたりとかもできなかったんでそういったのも最初僕ずっとあの立って食べてたんですけどもう座って食べなよって言われた時に「えっ座っていいの?」 このの先輩がいいるのにみたいななんかすごいそれが気持ち悪くてでなんかあの前はちょっと前までは下の子もいたんですけどその下の子とかが先輩とかがいる中でもうソファーに座って食べてるのとか見て「いやお前ら大丈夫かよ」みたいなすごいなんかそういったの持ったりとかあとなんか他の人のなんか言葉遣いとかがなんか全然こうちょっと「えその言葉遣いいいの?」みたいな感じでこうちょっと下の子に言って。 しまっっったりとかっててのもあってそういったなんかこう一個一個何でもこう気にしちゃう自分っていうのがすごい嫌でここで働くことでだんだんそういうのもなんかこう慣れてきてあ こういうのもありなんだ、こういうい感じでもいいんだっていうのを、まあ、幅広くこう美容師としてこういろんな美容師の形、まあ、接客だったりとかいろんなのがあるんでこういろんな見方ができるようになっていや一概にこれが正しいこれが間違いっていうのもないのでなんかそういった意味でなんか野良猫状態だった自分がなんかこうだんだんこう家猫になるっていう感じがなんか、ね、すごいそんな感覚が、ね、当時入りたての時は。 ありまして、まあ、フリーランスっていうのはどういうものなのかっていうのをすごく学ばせていただきましたし技術的にも最初本当にあの実はカットしか 施術やっててなくてそこからまあカラーとかも一からちょっと勉強していろいろそこからカラーパーマとか本当にいろんな技術ができるようになってやっぱそういった自分自身の美容師としての成長もここに入ることでできましたしいろんな美容師さんがいるから本当に皆さんやってる技術だったり接客スタイルとかその美容師としてのあれが違うのでやっぱりいろんな人見ることでめちゃくちゃ勉強になったし前のサロンでは美容師のイロハというものを学んでここではこうフリーランスまあ美容師として。 美容師とはみたいなのを学びましたね。でそう僕何年働いたんだろうえっとやり始めたのがあそうだ発表したのが2017年の1月22日か。 で、この日よりも、もう少し前に、ここで、まあなんか、サロンの手伝い、アシスタントっていうか、まあなんか、サロンの掃除だったりとか、いろいろこう、手伝いしながら、サロンの仕組みを覚えてみたいな期間も実はあったりして、その時にものすごい掃除やってたら、当時、あの、いた寺村さんに、いや、翔ちゃんにはそういうことをしてほしいんじゃなくて、ここで頑張って売れてほしいから、全然そういうのやらなくていいんだよ、みたいな、言われたもなんか今思い出しましたね。っていうので、えっ、ー、と、4年、 ちょっとか4年3 4ヶ月ぐらいうんそれぐらい勤めましたね懐かしいこれ前の竹やきくんちの家で撮ってそう竹う僕がすごい重大な話してる横であのなんか編集作業しててすっごいシュールな撮影だなみたいなあの、まあ、撮影の裏側の話なんですけどあ,そっかあ,あれから4年経ったんか。 っていううのでそうでそすね4年経ちましたねすいません完全に2つ目言うのを忘れてたんでちょっと今撮影時間がさっきのシーンと別となっております2つ目なんですけども Twitter と Instagram ではもうお知らせしたんですけどもリリーで一緒にやってたワックス開発ってのを、えー、一旦やめてこれを完全に個人でやるということになりました、えー、これもですね本当ににタイミング的に その代謝とほぼ同時期になっっててしまって皆さんからしたら退社するからワックス開発中止になったんじゃないかって思われる方もいると思うんですけどもこれ全く関係なくて代表に辞めることを相談するもっと前にワックス開発の件自分で個人でやらせてくださいと、まあ、そういうお話も別でしてたんでこれは全く関係ないのであの変に怪しまないでくださいこちらもですね本当にあに自分個人で今後は続けていく予定でまあね本当にあの最初い 一番最初にワックス作りますって言ってからかなり経ってしまってで結局こうパンになっちゃったんですけどもちょっとまたかなり時間かかるかもしれないんですけど本当にあに自分で納得いくもの今までにないようなこだわりのものを作りたいなと思っておりますので、まあ、そちらの方も気長にお待ちいただければと思います楽しみにしてくださった方本当に申し訳ございませんワックス開発にしても本当に代表にはよくしてもらって,て、まあいろいろ相談させていただいたんですけどもそういった上で自分でやるって決断し ましたので、あのまあ、代表はじめ、リリーの皆さんには何から何までも本当にお世話になりました。はい、ということで、これが2つ目のご報告でございました。先ほどのシーンに戻ります。どうぞという感じで、えー、まだちょっとね。あの美容師 youtuber としてのライフスタイルが。変わって いますが、まあ内容としてはねそんなに変わりませんしまあお客様の神もやりますし皆さんにとってはねそんな変わらないことなのでただまあ僕のその美容師の環境が変わるっていうだけなのでそういった感じでね、えー、と今日は報告動画でございましたもう本当にねリリーでいろんな経験させていただいたりまあ、いろんなところを連れてってもらったりとか。 本当ね、仲良くさせていたただきましたね僕よりほぼ全員年上なんですけどそういうんか先輩の美容師とあこんなフランクに接していいんだとか本当とにな部活の先輩みたいな感じでなんか仲良くなれたっていうのがすごくやっぱここ入って一番嬉しかったですね。えー、ということでね、えー、っと今までリリーに来て僕の予約でカットしに来てくださった方の皆さん本当に4年間ありがとうございました。 えー、環境は変わりますが変わらずまた施術させていただければと思いますので、えー、こんな感じで報告動画終わりたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。